ャレコメ、カナメストーン。よろしくお願いしまーす。早く、日本とって飲めばいいんだ。シャレコメ、カナメ。ギャーシャレコメ、カナメ。ギャーはぁ、なかなかね。スタッフの忠告を受け入れるというのも難しいことですよ。ねえ、なんか確執あんのって思われるよ、そんなこと。スタッフと、スタッフに忠告されて、でも俺はそれに従いたくないんだってこと、ね、なんか撮ってんな、メアに。ごめんね。だバルログが、網から飛ぶときね。バンバラ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 いいよ、パルログの面倒。大丈夫かなさっきの。大丈夫だよ。バンバラバンバラ大丈夫かなさっきの。何にも引っかかんない。あ、そう。だって、そんな音かどうかも覚えてねえもん、パルログの面。じゃ、そんなんじゃないよ、このチャンネル名。じゃ、なんなのシャレコメ、カナメストーン。いやーいいね、テンポが遅れることない、滞ることない今日はですね。なに。で、いたな、映画手紙のツッコミ。映画手紙見てください。すごい映画ですから。そうだな。スキ靴見せ、コンバース編ということでね。スキ靴見せですか。はい、我々の好きな靴。汚っねえ。雲ついてる。違う、ホコリ。ホコリか。雲かと思った。俺さすがに雲ひっつけて、うん、撮影に挑まねえから、置いとこう、ここにホコリ。置いて、あっから、置いといて、いや、ね、こういうホコリをも優しく扱う。それが僕の相方です、じゃなくて。シャレかな好きな、僕らの好きな靴、コンバース。うん。じゃあまずは、一緒だね。これ、まずはこれね。これいいんじゃない？これ。これ原宿のキャシディで買いました。二人で、同じ日に、そう。色違いで買いました。これ軍のさ、そう。トレーニング。そう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 、そう。ね。ように、コンバースが支給してたものの、うん、これ、そう、本物？それとも復刻？でも、なんかこう、うん、本物みたいな、その、本国みたいなの言ってたけどね、その、本物の本国みたいな感じで。そんなごまかしながら言ってたっけ？本国のそのね。じゃあ、本国とか本国、その、本国のはい、はい、はい。復刻ですか？本物ですか？その、うん国のその、うん国ってね、もううん国臭いやつのあだ名だもん。うん国は。いや、大丈夫だろ。まあでも、そうよね。でも、軍のトレーニングっていうのは言ってたから。そう。だから、うん、その、軍のトレーニングだから、うん、この、ここにね、タグのところに、うん、コンバースとか普通はついてるし、こうやってオールスターとかね。だから、ね、そういうのを全部排除して。そう、全部排除して、うん、あとね、ここが。US オリジネーターって。あ、そうそう。この後ろのところに、US オリジネーターっていうのを書いてある。うん、これがちょっと特徴的だね。うん、でね、これね、クッション良くない？めちゃくちゃいい。やっぱ軍のトレーニングだけね、めちゃくちゃ履きやすいよね。うん。で、あと、ここのツヤ。そう！ここのツヤが、やっぱね、ちょっと後で言いますけど、これとやっぱちょっと違うんですよ、ちょっと。全然違うね。そう。ツヤがね、違う。うん、うん、うん。そうそう。ツヤがあるっていうのが一つ特徴的かもしれない。うんうん、履きやすいんだよ。でもさ、うん、服装的にさ、これ買いに行くってなったじゃん。うん、うん、うん。服装的に山口さんがさ、うん、こっち欲しいのかなと思ってたのよ。いや、欲しいよ。え？今も。別に欲しいけど。え、ちょっと待って、でも、俺が、ちょっと白が欲しかったの。たまたま。え、これ、俺に気使って、色、いや、第二候補を選んだ、白を選んだってことなの？じゃないよね。違う。俺はたまたま白が欲しかった。あ、よかった。そっちも欲しいよ、もちろん。ね？くれる？俺いっぱい靴持ってるから、あげなきゃいけないかもね。今回ばかりは。来るじゃん。あ、その態度の人にあげない。あ俺、態度見てんねん。なるほど。俺、人に物あげる。でも、くれるって言ってたよね、さっき、画面上で。ね、どんどん。なあ、こいつ、見せていいわけないだろ、こんな姿。ああ、ごめんね。ダメ。嘘だろ。お前だって、みっともなかったもん。俺、見てんで、俺、物あげるときに、うん、そいつの態度。
態度重要。まあまあ、そういうね。ねえ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 。ねえ、みんなにバレないように足で攻撃俺、そんな古速なやつと組んでたっけ？邪魔やべ、こっから、が生まれんじゃないだから、なんで俺の妻が当たったと思うから、が生まれるって思ってんの。いや、でも、命、何回も言ってた命をもたらすものだよって。ちょ、でも、がなんだって、生まれるのが。ムカついたマジで。経由しない、卵とかいいもん、もういい、もういい、もういい。生体になってる。ねえ。何が面白い？そんな、そんな、昆虫使った俺のいじり。あ、そうか、そうか。うかつく。はい、これかっこいいです。そう、あのね。なかなか手に入らない。買うときにさ、うん、俺ちょっとぴったしめ買ったんだけど、ちょっと太めに履きたかったから。うんうんうん。ああ、こうね。そうそうそう。あの、ギュッとやらないように。そう。うんうんうん。それもちょいデカで買うこともできたんだけど。うん。あえてちょっとこう、ぴったしめを買いました。あ、それもいいと思う。うん、それ履き方。うんうんうん。そして、これも一緒です。あ、これも一緒。はい。これは、スリッポンのタイプの、うんうん。そう。これも一緒なんだよね、結局。そう。うん。まあ、キャシディだからね。結局、かっこいいものはかっこいいじゃん。そう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 。ね。その別に遠慮するとこじゃなくてさ。うん、これはだから、もともと靴紐ないんですよ。あんま、いじられ、ライブとか行ったらいじられたりもします。うん、何それみたいな。うん、もう紐も入れられないよ。入れられない、入れられない。うんうんうん、だもともとないやつよ、うん、紐がね。うん、だからそれがいいじゃない。そう。また。これのいいところは、うん、ここさ、うん、もうレーズ結構履いてるから、うん、あれだけど。シワシワになってきてる。そう、ここのさ、うん、色落ちが楽しめるんだよ。いいですよねー。そう。山内さんまだこれ結構、1ヶ月ぐらいしかまだ履いてないかな。そう。なっていくんじゃない。そう。それを楽しみに。見てるよ。チャリンコを一緒にこう乗ってるときに、うん、あ、いいぞその靴って心で俺思いながら声援送ってるからエールを。ありがとう。うーん。頑張っていこうな。で、これもかっこいいですよ。これいい。これも多分だからこの2色があるってことは他の色もあるんだろうな。うん、そう。なんならこれ前回この同じ色を出したっぽいの、うん、キャシディね。おう。これを入れて。ほう。でもこの。うん。金属の部分、お丸々のところが、ちょっと色違うんです、前回のは。うわー言ってて焼けた、面白い、そういうの、面白い、多分、わ、うん、かんないけど、これさ、うん、この生地に合わせたちょっとこう、なんていうの、こう、同じ色にしてるけど、そうだね。この色だった可能性があるね。こっちの生地が。あ、そうだね。うんうん。そうそう、焼沢さんが前回バージョン履いてて、マジ一緒っすねって、俺、これ買ったやつと一緒っすねっていう、そうなんだ。軽い、やっぱ発言をしてしまったの。そこに落とし穴があった。そう。あなたよく見てくださいと。そう。いや、面白いね。やっぱそういうの。うんうんうん。細部に宿るからね。宿った。まあ、あとは、うん、僕はこれも持ってます。ジャック・パーセル。そらねえ。ねえ。ああ、そっか。もうこれ、汚いやつ。さっき履いてなくないこれ。うん、だから汚くなっちゃったんじゃん。玄関に。そうか。うちの玄関に置いといちゃったから。でさ、うん、負のループなのよ、うん。履かないで置いといたら汚くなっちゃうから、そう汚くなっちゃったら余計履かなくなっちゃうじゃん。うん、そうだね。だからもう新品買う、ジャックパーセル好きだから。いや、ジャックパーセルめちゃくちゃいいよ。ね。うん、しかも俺ってさ、うん、言ったらネクタイとかもするじゃん。うん、私服でね、うん。で、ジャックパーセル履くってすっごいかっこいいじゃん。めちゃくちゃかっこいい。テニスだっけ？ね、うん。そうそう。そうだよね、もともとそうだよ、うんうんうん。だから、昔の、大学、アメリカのカレッジの、うんうんうん、学生がね、うん、入ってたイメージ。バドミントンだ。あ、バドミントン！あ、そうそう、ヒゲね。この後ろの。あ、ここな。そう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 。そう、ほらついてるだろ。汚い！触っちまったよ、さっき。ねえ。どれだけ傷ついてるかとか、俺が。ちょちょ、お前が親身になったって、そうそうだよな、みたいな。ちょちょ、お前が傷つけたんだよ、俺を。何これ？いや、だから、ニンニクラーメンの。背脂醤油。そう。こいつ背脂醤油つけてんだけど、なんかサイドに。右羽に。うるせえな。ここの横のこと右羽とかよ。でもかっこいいんですよ。いや、めちゃくちゃいい。ジャックパーセルにおいては本当にかっこいい。うん、あのさ、似たようなさ、スプリングコートとか。あー。それもかっこいいね。そっちがテニスかな、もしかしたら。それはジョン・レノンね、スプリングコート。違うんだよ、多分。あれ、罠があってさ、あ、スプリングコートがジョン・レノンか。そう、PF フライヤーズ。PF フライヤーズが違うんだ。昔ピテクライアーズジョン・レノンって覚えちゃってて、そう間違えてた。
スプリングコートなんです。そう、スプリングコートっていう、うんうん、こういう似た、ジャックバスで似たやつもあるんですけど、うん、それはジョン・レノンが愛用してたやつな、うん。そっちもかっこいいけど、うん、でもやっぱりね、コンボアスのジャックバスでもかっこいい。うん、コンボイズみたいなやつがあって、なんか。じゃあ俺さすがに、そんななまんないよ。そのコンバースのことをコンボイズとか、そんななまんないよ。ごめん、そう聞こえちゃったから。頼むって。まあ家でも二人だな。うん。はい、じゃあこれはもう、王道中の王道よ。で、後ろはかっこいいね、これね。そう。うん。水色。水色で、ここに赤いくっついてる、うん。これもかっこいい。ジャックパーセル、白もかっこいいしさ。俺買おうかな、ジャックパーセル。メルカリで。いや、探しゃあっぞ。あっぞ。うん。探しゃあっぞ。な、セリエ A のチーム名。探しゃあっぞ。セリエ C だね。探しゃあっぞは。いや、かっこいいですよ。いろんな色出てるね。そうそう。うん、ジャックパーセル。ジャックパーセルのスリッポンタイプも。うん、ああ、ほんとそうだね。うんうんうん。うわあ、こうやって今ちょっと画面見てるけど、欲しくなるなぁ。そうなんだ。なんかね。悔しいな。出せちゃう部分、値段。そうなんだよね。そう。これ全部手出せる値段です。そう。だってこれだって6000円もしないと思うよ。そう。5000円ぐらいだったっけ、ね、うん。で、これもそうじゃない、これも多分同じぐらいの値段じゃないそう。ね。そうだよね。6000円ちょいとか。そうそう。で、あとはこれです。僕ちょっとこれ、いただき物なんですけど。なるほど。はい。これは CT。ね。チャックテイラーっていうね。うん、CT70 っていうのが。これもいいよね。うん。これはもう、日本で売ってないんですよ。うん。あの、僕いただいたものだからそんな自慢できないんですけど。うん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 、かっこいいんですよ、これは。やっぱ、違うよね。うん、違う。だから、それこそ、ここ、やっぱ、ツヤあって、で、何より、あの、クッション。まあ、さっきのこれも言ったんだけど、うん、これも強いのよ。うん、ただ、こっちのが若干強いかも。あ、そう、ちょっと。見てみ？ほんとだ。すごくない？うん。なんでかって言ったら、バッシュなの、これは。なるほどね。そう。だから、バッシュとしてもともとめちゃくちゃ流行ったものだから、そう。アメリカでしか。NBA で。うん、そう、ほんとそうよ。昔の、バスケットボールプレイヤーがマジで履いてたやつで、うん、そう、だからこれはね、ちょっと、しかも色もこの王道の色じゃん。あのコンバースの。確かに。お気に入りですね、これは。で、ちょっとこの、ここの生地も分厚いな、よく、こう触ってみたら。しっかりしてない？本当だ。すごいしっかりしてるね。そう。高いだけあるか、やっぱり。高い。だからね、アメリカで買えば、そんな値段しないけど、うんうん、輸入をするっていうお金がかかるから、うん、日本で CT70、うん、日本に住んでて買うってなったら、うん、高くなっちゃうんだよね。どうしてもちょっと高くなっちゃう。あ、そうそう。あと後ろのここのね、3つ星がついてるっていうのが特徴です。そう。ちっちゃい星2つの大きい星1つ。これが特徴です。これ違うのよ。だから、あの他のやつと。これ全部オールスターって書いてある。そうだね。そうそう。ちょっと違うのよね、やっぱ。コンバース、オールスター。そう。チャック・テイラーだ。そう。で、最近、うん、あの、ママタルトの日原が、うん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 、あの、個人輸入したみたいに、うん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 、こう、ホクホク顔で報告してくれて。いいね、うん。なんかそういう話がさ、うん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 、あの、学園でできるっていうのを俺はちょっと嬉しかったよ。うん、まあね。なんかでもね、関西の芸人さんがね、うん、結構みんな履いてますよって日原が言ってたよ。なんかね、うん、山源さんも履いてたわ。猫に進む。あの人もおしゃれだからなぁ、ね。あの人おしゃれなんだよ。ただね、うん、何が嫌だって、うん、山源さんの。うん、山口に憧れてんの。そう。あの人は俺に憧れてんの。俺、それが悔しくて。レイジの名前なんか一個も出ないのよ。レイジええなーとかないのよ。いや、でもレイジに憧れてる人もいっぱいいるから。誰中村豊かとか。うん。うん。あとは、ゴスケとか。うん。あとは、加藤アプリとかか。うん。でもさ、それさ、うんうん、みんなが知らないじゃん。いや、でも、うん、なんで、そいつらがレイジのこと好きになったかっていうと、うん、そんな話してくれるの、うん、昔ね、うん、俺ら1年目、当時1年目、うん、まだ吉本にいた際よ、うん、今、マセキ芸能社というところに、僕たちは飛ぶしてるんですけど。聞く声うわもういいわもういい。だから1年目の時の話、おうおうおうね、う今はね、うん、マセキ芸能社というところに。ねえ、届いてないよ、みんなに。その、だから。ねえ。すごいもん、なんか、周波数かな。もういいよ。そう、だからその1年目の時に、見した背中にみんなくっついてくる。なんか特に中村豊君。で、もうみんな知らないじゃん。ただね、うん、俺ね、八木沢さんから一個情報を聞いてます。え、そういうの聞きたーい！はい。はい。八木沢さんに対して、はい。なんか靴の話で、うん。うん、よく洗うんですか、うんうん、洗ってない感じですよね。それ聞いたよね、一回ね。うん、ああ、この靴は洗わないな。でも、うん、
キャンバス地の靴に関してはめちゃくちゃ洗う。だからそこに妙があるよね。うん、だからこういうキャンバス地は洗うんだよ、うんうん。そう。めちゃくちゃ洗うっていう。でもさ、そこもう全部教えてくださいって思うね。俺もう間違えたことしたくないって思って。妙があるそこに。そうだよね、うん。で、たまたまそこにさ、ニューバランスあるじゃん。ちょっと見ていい、うんうん、こういうのは洗わないってことでしょ、うん、っていうことなんだよ、ね。こういうのは洗いません。うんうん、だからニューバランスとかは洗わないんで、多分。そうだね。うん。うん、うん。あの、ヤギサワさんは、うんうんうん。これかっこいいね。最近買ったね。そう。これかっこいいね。これイギリス製のやつね。そうやね。ね、これおまけでちょっと紹介しますけど、うんうん、これね。これ CT300 って言うから。CT300。そうか。そうか。CT70 だもんな。まあ、由来こそわかんないけど。確かに。もしかしたらなんか繋がりがあるのかな、まあ、CRT とかもあるじゃん。CRT もある。ちょっと安いバージョン。CRT はイギリス製じゃないの、うん、そう。ね。多分ベトナムか、中国かだったと思います。うんうんうん、かっこいいんだよね。これのさ、うん、あの、ソウルの黄ばみ乗りもいつかやりたいな。うん、すごいよ、その黄ばみ。黄ばみ乗り。もういつかやりたい。何おいしい鳥の料理黄ばみ乗り。黄ばみ乗りだから、それ。黄ばみ乗り。ありそう、うまそう。ありそうっていうか、うまそう。ニンニクと辛いのが。うんめぇ、あれ、上にネギ。うんめぇ黄ばみ乗り食いて酒飲みて舐めんじゃねえぞ、極み取りのこと。うるさい、うるさい、うるさい。はい、じゃ、ね。そんな感じですよ。うわってことは、このキャンバス地熱はめっちゃ洗っていいんだ。ヤギ沢さんの真似をするなら。そう。みんなもね、真似してくれる。確かになニューバランス洗うってなったら難しいもんな手入れとか。俺ミスっちゃいそうだもん。俺これは洗うことにしよう、じゃあ。これじゃ洗えばいいんだな。そう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 。逆に言えば。そう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 。綺麗にする動画もやろう。そうだな。これを、深々させる。本当に俺のね、死んだじいちゃんもね、俺のスパイクよく洗ってくれてたな。いい話だ。ただ、その後。お前のじいちゃん、ホペイロみたいな仕事して。サッカーチームで、スパイクとか、用具を全部綺麗にしてくれる職業で、ホペイロっていう職業があるのよ。プロのチームだったら多分みんな雇ってるんだけど、うんうん、お前のじいちゃん、お前の専属のホペイロだったの、うん、やってくれてたんだけど、キャンガザキ、ガザカセが、ガザカセの。ガを咲かせるための唾じゃなくて。しかも、ガを埋まらせなくて咲かせんの俺。あ、そうだ。なんだっけ、ガ埋まらせか、ガ埋まらせ。知らない、知らない。ね、じいちゃん。ただね、じいちゃん洗うのはいいんだけど、うん、クリーム塗って。ねえねえねえ。うん。もう、ガビガビ、もう頼むことできないんだ。それと、だって死んだじいちゃんだからね。ねえ、そんな悲しいワード言わないで。本当だもん。で、その後そのスパイクでさ、家で練習やるってなったらさ、じいちゃんがさ、うん、俺のシュート練習のシュートを避けてさ、うん、たまに当たったりして。お前が当てんじゃなんでお前じいちゃんいる方に打っちゃうんだよ、お前。避けてくんだ、おじいちゃんが。で、それはじいちゃんにとっても嬉しいこと。孫のボールを避けることができる。俺もいつかそうなりたいから。孫のボールを避けたいから、俺も。で、ドーンってなってさ。はい。ということだ。皆さんもね、じいちゃんにはボールを当てないように過ごしてください。またね！Yeah!